在したアメリカのプログラマブルロジックデバイスの代表的企業。現在はインテルのフップが部門となっている。創立は1983年で、本社はカリフォルニア州3のゼにあった。日本法人は日本アルテラ株式会社であった。シグナティックスやンみに続くプログラマブルロジックのパイオニア的企業の一つであった。システムオンプログラマブルチップを可能にするべく、 様々な技術を開発。中にはチップ中にメモリやマイクロプロセッサー、トランシーバを埋め込んだものも存在する。経営能力に優れた企業としても知られていた。130ナノメートルと90ナノメートルプロセスの製品群での成功が良い事例となっている。また、デバイス性能としても消費電力や動作速度が群を抜いている。半導体ベンダーだが、 自社では研究開発、設計と販売を行い、製造は台湾セミコンダクターマニュファクチャリングコーポレーション等に任せていた。ライバル企業にはザイリンクス、ラティス、アクテル、クイックロジック、アトメルなどがある。2015年6月、インテルが167億ドルで買収することで合意したと発表。12月に買収手続きを完了し、以後は、 インテルのフップが部門として活動している。オールテラストラティックス 4GX フップが現在はインテルサイトにリダイレクトされる。ありがとうございます。